熊谷駅。熊谷駅は埼玉県熊谷市にある東日本旅客鉄道 JR 東日本秩父鉄道の駅である。所在地は JR 東日本が筑波2丁目、秩父鉄道が桜木町1丁目となっている。JR 東日本の上越新幹線と高崎線、秩父鉄道の秩父本線が乗り入れ、接続駅となっている。 当駅に乗り入れる新幹線は、線路名称上は上越新幹線のみだが、高崎駅を起点とする北陸新幹線の列車も上越新幹線に乗り入れている。また、高崎線は上野駅発着系統と新宿駅経由で東海道線に直通する湘南新宿ライン、上野駅、東京駅経由で東海道線に直通する上野東京ラインが停車する。 事務管理コードは411,407を使用している。北口、正面口、南口、東口、ティアラ口、駅ビルのあず、隣接するティアラ21、東口直結あず、高崎ターミナルビル運営の定期契約及び、一般の駅駐車場、熊返し運営の自転車駐輪場か駅構内へ出入りできる。JR 東日本及び、 七部鉄道の改札口はそれぞれ別になっており、連絡改札口はない。以前は共用だったが、上越新幹線の建設工事に伴い改札口が分けられた。また、改札口は両者それぞれ一箇所。JR 東日本新幹線専用改札口も存在せず、在来線改札を経由し、乗り換え改札利用となっているで、どの入り口から入っても、 同じ改札口を利用することになる東高崎線の利用はガラスの壁一枚を隔てて大きく迂回する形になっており東口から最短の位置に改札設置を求める市民の声もあるが市、JR 東日本双方の予算管理の問題で拒否されている。籠原、上熊谷側に高崎線と秩父鉄道との連絡する渡り線高崎線あたり 駅下りホーム秩父鉄道上熊谷駅を接続が不設されているが、熊谷貨物ターミナル駅を介して連絡できることや、高崎線秩父鉄道直通旅客列車の運行が廃止になっていることなどから、現在は渡り線中間部分に枕木が針金で固定されて仮封鎖されている。熊谷駅で1883年7月に寿司とパンを売り出したのが、 駅弁の始まりとされている、諸説あり。それ以降地元業者が駅弁を販売し、大森商店、栗飯し駅構内での立ち売りも行われていたが、現在では販売されていない。改札外のニューレイズ前で週末になると、横川駅の峠の釜飯や、全国の名物、物産が、ワゴン販売されることがある。各年度の1日平均乗車人員数は、下表の通り、 駅周辺は、熊谷市の路上喫煙マナー条例、2006年、平成18年10月1日施行により、駅周辺での喫煙が禁止されているが、喫煙者への配慮のため、正面口ロータリーに2カ所、南口ロータリーに1カ所喫煙所が設けてある。出入り口に面するロータリーを管理する、熊谷市は正面口と呼称しているが、利用者には北口で定着している。 駅舎を管理する JR 東日本では、北口、正面口と案内している。その名の通り、熊谷市の玄関口としての役割を果たしており、また付近は旧熊谷宿にも近いことから、熊谷市の中心市街地として発展してきた。熊谷内は祭りの初公愛、年始の出ぞめ式など、伝統的な行事を行う会場の一つでもある。しかし、 多くの地方都市と同様、近年は、郊外ロードサイド型店舗の影響を受けて、丸いバス3番乗り場前にあった、日位、現在のイオン熊谷店とは別の位置といった、大型店舗をはじめ店舗のイが見られる状況にあり、衰退傾向にある。また、埼玉県北部における、東武鉄道のバス事業撤退、口日に伴い、バス路線の統廃合や多くの本数が、 運行されていた立正大学域の始発終点停留所が熊谷駅南口に変更されるなど北口始発のバス本数は減少しているが臨時バス交車場が廃止された後日影響で一般車と入り混じり混雑が緩和されていない。また正面口ロータリーは公共交通向けの施設と市は位置づけている。そこで隣接する場所に 一般車用の東口ロータリーを新設し、一般車はそちらを利用する、用司法等で促しているが、交通規制はしておらず、正面口の混雑を緩和させるまでの効果には至っていない。また、この時に、臨時バス交車場を廃止して、東口へスムーズにアクセスできる、用正面口、北口ロータリー入り口の交差点手前、埼玉県道九十一号、熊谷停車場線を、 左折専用レーンとして東口方面にアセスできるようにした以前は左折禁止だったため路線バスは必ず正面口ロータリー内で降車させなければならなくなったラッシュ時にロータリー内降車場が混雑している場合や信号待ち際に臨時降車場が利用されていた前述のようにバスの本数自体は減少しているがロータリー内バス降車場周辺の混雑度が増し 正面口には一般車向け乗降場所がなく一般車がバス降車場付近で乗り降りさせていることが多いことも影響、朝ラッシュ時は閉塞状態になることも多い。2018にラグビーワールドカップ2019の開催に向けてロータリーの改修を行う基本構造は変わらずバリアフリーなどを強化する。これに伴い2018年5月8日から工事に 着手。工事中は、バス降車場を一時閉鎖し、代替として、かつての臨時降車場、現東口方面右折レーンの位置を使用、ロータリーへの直進レーンが右折レーンも兼ねているほか、混雑回避のため、東口方面へは、手前の交差点から迂回するよう案内されている。2018年6月1日からは6番乗り場と、タクシー乗り場を一時閉鎖し、 本来の校舎上の位置、さらちになったに、臨時6番乗り場、3番乗り場手前、臨時バス乗り場に、臨時タクシー乗り場を設置する。2018年6月25日からは、6番乗り場とタクシー乗り場は、元の場所に戻り、1.2番乗り場が、本来の校舎上の位置に、臨時移転する。うちは祭り期間中の休校を挟み、 2018年7月23日から、再び6番乗り場とタクシー乗り場を一時閉鎖し、本来の校舎上の位置に臨時6番乗り場、3番乗り場と前に臨時タクシー乗り場を設置する。2018年10月1日からは、タクシー乗り場と6番乗り場が元の場所に戻り、3.5番乗り場を一時閉鎖し、本来の校舎上の位置に臨時乗り場が設置される。 2018年11月28日からは3.5番乗り場は元の場所に戻る本来の校舎場の工事が開始される後から設置したこともあり開発年代は遅く住宅街が広がるなど歓声なエリアとなっている一方で近年は線路沿いでのマンション開発も見られる荒川の河川実機が近くにあり春は熊谷桜祭り夏は 熊谷花火大会でにぎわう。熊谷駅東地区市街地再開発事業の中心施設として2004年11月20日に開業した駅直結の複合商業施設ティアラ21に設けられた出入り口。正面口のすぐ東側は、あずと熊谷駅前ビル、熊谷通運ビルを挟んだ裏側に位置する。ティアラ21の隣接地には1970年代の 再開発で開業した日東モールカルパといった大きな商業ビルが並ぶ。国道17号などの大通りと直接結ばれた連絡路がないなどすることから混雑するまでの交通量はない。また、北口に加えて熊谷内は祭りの初公開会場の一つとなった。熊谷市により、あっぱれ、あっぱれ、熊谷駅広場冷却ミスト事業として、正面口、南口、 東口の入り口に冷却ミストが設置されている。毎年5月から10月までの期間の8時から20時まで、気温摂氏28度以上、湿度70%未満、風速3メートル未満、降雨なしの気象条件が揃った時に自動噴霧される。東口に設置されている冷却ミストのノズルの位置が一番低いため、ミストを実感するには一番良いとされている。 当駅は現在、JR 東日本と秩父鉄道の鉄道駅であるが、路線バスに関しては、大手市鉄である、東武鉄道グループが後日の東武熊谷線、廃線済み開業以前から、バス路線を多数運行しており、その歴史は1939年に、当時の東武グループバス事業者の東武自動車が、埼玉自動車を買収して、以降、現在に至るまで、 約80年にわたり続いている。なお、かつては、秩父鉄道も、ほぼ同時期の1936年に、より自動車を買収して、以降、各方面への路線を運行していたが、1993年までに、全路線廃止されている。秩父鉄道撤退以降は、現在に至るまで、北口に関しては、東武鉄道直営の旧東武バスから、路線、 営業所を移管された同グループの国際中央交通、朝日自動車2社による独占であり、特に熊谷営業所を承継した国際中央交通の路線だけで南口を含めた全体でも過半数を占めている。運行事業者について一覧上は一部略称としている。国際中央国際中央交通、熊谷営業所、朝日バス、朝日自動車、大田営業所、 東京空港、東京空港交通、矢島、矢島タクシー、関東バス、関東自動車、ロイヤル、ロイヤル観光。を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。